おいっすー。おいっすー。おいっすーとか言って。こないださ、試験受けてたじゃん。はい。あれ、ここだけの話どうだったんですか？点数ですか？はい。いやー、俺、あれじゃん、動画とかでさ、うん、多分言わないと思いますみたいな話してたじゃないですか。うん、で結果出たんだけど、うん、やっぱ案の定あんまり良くなかったから。本当に？まあでもね、結果出たの見たら、うん、最下位まで出てるから。全部出てんのか。そう、だから、もう、どうしようもないというか、うん、見た人が見たら、あ、この位置かって分かるから、うん、もういいかなと思って。もう一層見せちゃおうみたいな。はい。マジっすか、うん、いいな。もうだって、なんかさ、逆に、何、その最下位の人すげえかわいそうだなと思ったらさ、二十何点でさ、うん、出てるのが、うん、すげえかわいそうだなと思って、うん、そこは配慮しないんだなと思って。まあ、まあ一応全部出すってことなんかね。なるほどね。で、メールも届いたんですよ、うん。あなたの結果は何人中何番ですみたいな。あ、そこまで詳細が届いてんだ。点数が何点で、うん、何人中何番何位でしたみたいな、はい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 、とこまで出たんですけど、うん、俺もうちょっと上かなって、自己採点した時もうちょっと上だったから、うん、あれって思ったんだけど、うん、見ますかじゃあ。いいっすか、ちょっと気になってたんでずっと。いいっすよ、じゃあ。はい。見ます。はい。メール見せるね、じゃあ。はい。あなたの点数は、はい。102点。お !200。200点満点で102点です。うん。で、受けた人数が、3196人。お、う、ぉ、ん。中、うん、491。え、でもそしたらあれ、なんか、そう聞くとあれじゃない？いや、いい方、かなと思いつつ、うん、いやー俺もっと上いけたかなっても自分で思ってて、自分的にはで後半の10問ぐらい俺、うん、もう時間なくてかほぼかけてなかったから、はい、そこで生きてたらもうちょっと上上がってたかなとか、そうか、うっかりミスも結構多かったからさ、うん、ちょっとね悔しい結果ではあるから、そうね、102、うん、でもすごいね。半分以上でも行ったんですね。とりあえず。そうっすね、うん。これでも半分ちょいでしかないから、だから50点ぐらいってことだよね。まあ、全体で100点テストだったらってことね。いやー、マジかよって思ったんだけど、うん、メンバーで言うとね、うん、意外とっすよ、うん。ちょっと安心したんだけど、うん、102点ってメンバーで言うとどの順位なんだろうと思って見たんだけど、はい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 、36位。36位。メンバーで言うと。メンバーの中で36位。メンバーの中で言うと、上位36位。おぉ。ぐらい。なるほどね。でも全然いいんじゃないですか。メンバーも結構参加したんでしょ、だって多分。メンバーはほぼ全員だと思うよ、うん。そう考えたらあれじゃん。俺なんでやったら、なんていうんだろう、恐ろしいわ、マジで。36位ですね。うん、藤田奈々さんと同じ点数でした。まあ、物が潜んでますね。お、マホホンより上だからいいかな。思ったけど。マホホンの名前出してください。マホホン。あ、でもね、そうなんですよ。モフちゃんとかアイニアが結構すごかったから。うん。俺、その位置ぐらいまでは いけるかなと思ったんだけど。はい。ちょっと足らなかったね。そっかそっか。まあね、またもう受けるかわかんないけど、まあ。いや、まあ、記念だ。まあでも意外と面白い感じになったかなと思って。うん、そうっすね。その、なんだろうな。全体見てこうメンバーの結果も分かって、うん、で一般の結果も出たじゃないですか、うん、あこういうこの子すげえ AKB のこと知ってるんだなとか、そうだね、逆にファンってどれぐらいの順位というかどれぐらいの点数取れるんだろうみたいなのもあったりとかしたから、うんうん、であとは自分がどれぐらい分かってるんだろうっていうところもあったからさ、確かにね、まあ、それで言うと俺なんか自信なかったんだけど、うん、自分の中では意外と、なんとなく、うん、まあ半分取れたから、うん、よかったのかなっていう。そうね。うん、まあ言うて、最初あれだもんね、最低でもまあ赤点免れる、まあ40点ぐらいみたいな話はしてたからね。じゃあ平均点自体がそもそもそんなに高くないってことだから、ね、うん、うん、そう。だって3196人ってことは、うん、
半分だと1500人ぐらいでしょ。そうだね。で半分以上にはいるから、そうだね、491位だから、まあまあまあそうだね、順位で見れば、そうっすね、うん、順位だけが全てではないけど、うん、まあそのそういう感じだったと、まあ、いずれというか、うん、まあ公開することになるだろうなとは思ってたから、はい、そんな感じでしたね。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じで、はい、はい、終わりたいと終わります。